ただいまー、犬猫と申します。はい、ただいま。1週間ぐらい動画投稿も配信もしてませんでした。なんかめちゃ理由はちょっと言いにくいんですけど、配信とかで言っていいのかなみたいな、皆さん覚悟しててください。実はパソコンが壊れました。パソコンが壊れてました。ここでオープニング入るんでしょ。トゥートゥートゥー、ほらトゥートゥートゥー、なんでみんなあるんだよ一番簡単なやつでしょ。何買いに行くんですか。銀です。あ、俺、いや俺ね、変わったのはパソコンだけじゃないんですよ。聞いてほしい。俺ね、変わったんだよ。パソコンも修理から帰ってきて気持ちを一新したし、変わったとこ見てもらっていいですか。俺もう決めました。もうオーキュアクグレートは使いません。もう変わったんだよ。俺自分で自給自足しようって。聞いて、すごくない？超成長したんだけど。なんと、もう一つ変わったとこがあるんだよ。気づいた人います？気づいた人います？気づいた人います？気づいた人が一人いたんで答え言うんですけど、戻り玉持ってないんですよ。すごくないですか？戻り玉がいなくなったんですよ。これが何を意味するかわかりますか？あ、犬猫さん、戻り玉がシンプルなのにシンボル、戻り玉が特徴なのに、それはちょっと犬猫さんまずいんじゃないのって思った人いるかもしれないけど、これからは戻り玉は自動でやればいいんですよ。戻り玉使いたくなったら自動で使えばいいんですよ。思いません？なんかいつも無駄に持ってってる気しません？どうせ自動で発動するのに。成長しましたね。いや、間違いない。だいぶ変わったよ、俺。犬猫。ちょっと待って。なんか、モンハンむずくね？なんか俺もっとスムーズに帰れた時するんだけど。オッケー。思い出した。はい。はい、こういうこと。修理って値段どのくらいなんですか？ちょ、聞いてくださいよ。ちょ、マジよく聞いてくれた。これね、普通に、パソコンバグったなと思って修理出したんですけど、マジでバグってたね、パソコン。なんか画面ピピピピピピって白い点が出て、なんかバグってて、もうよくわかんなかったから、ちょっとプロに頼もうかなと思って修理に出したんだけど、結論から言うと2万後半かかったのよ。普通に高い、決して安くはない。でも修理内容が、なんかあんまパソコン詳しくない人わかんないかもしれないけど、なんかドライバーのバグで、ドライバーを3インストールしたらすぐ治りましたよって修理会社から電話来て、それさ、俺普通に俺でも10分あれば解決できるようなバグだったのよ。もうそれがめちゃめちゃショックで、そのためだけに2万後半払ったし、普通に5日間ぐらい PC 触れなかったし、めちゃめちゃショック。知ってますか皆さん、2万後半払ってからさ、だから今月の生活費何を削るかと思ってさ、俺夜ご飯、豆腐だからね、俺今日の夜ご飯、ご飯と豆腐と醤油計120円、同情してもらっていいですか。何を削るかって言われて、食費削ったんだよ。俺いつもなんか食が楽しみで生きてる感あるのに、やばくないですか。贅沢。え、なんで贅沢なの。え、木綿だから。え、絹だよ、俺絹ごしだよ。え、木綿だっけ。木綿か。関係なくね。関係なくないですか。これが贅沢って言ったやつやばいでしょ。マジで俺夜ご飯を楽しみに毎日生きてさ、もうご飯かなパンかなだけで俺1時間もう人生を楽しく過ごせるのに、豆腐ですよ。豆腐ご飯に飽きたらもやしご飯がいいです。チクか、アメリカ産でもいいからさ、毎日肉食わせろよ慰みのスパチャいらねえよ。慰めのスパチャなんて1000万。え、やだ、嬉しい犬猫。ソーセージ高いよ。俺よくパリッパリ、焼いたらパリッパリみたいなソーセージ買ってるけど、普通に、あ、死にそう。あ、これがオート戻りかな。いや、落ち着けよ落ち着いてくれよみんな。あ、ちょっと支給品取っちゃった癖で取っちゃった。いや、支給品もう進化したんで支給品を使わないです。これからは甘えない。落ち着けって、始まったばっかりだろ配信な。別に飛躍使えばいいじゃん。ほら、これでプラマイゼロな。犬猫、今オートモードだった。ちょ、ごめん、今から手動にするわ。手動入ります。え、でもよくないですか。ちょっとその話は置いといて、ハンター一人死のうが結構どうでもいいんで、食費の問題話してるんで関係ない話やめてもらっていいですか。あ、寝てる。あ、起こしちゃった。オッケーオッケーオッケー、もう なんか全部オッケー。犬猫、犬猫さん、スマホのモンハンやらないんですか。なんか最近巷で流行ってるらしいですね、スマホのモンハン。あ、やった。いや、面白いの。名前なんだったっけ、モンスターハンタードリームズだっけ。いや、面白いかどうかわかんないんだよね。プレイ動画さえ見たことない。あ、モンハンライダーズか。モンハンライダーズやってないよって人、やったことあるけど面白くないよって人います？手挙げて。あんまし面白くない
ガチで酷評じゃん。面白くないらしいじゃん。やんないよ、じゃあ。犬猫。エイム。いけ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 。おい、いけ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 。なんで待って。誰よりも早く、行くんだ。おーい、あ、どこ行った、あれもういないんだけど、モンスター。おー、モンスターハンターさせてくれよ。犬猫。久しぶりに来たら頼もしくなってた。もうだいぶ変わりましたよ。皆さん全然規制してください。もう何もかも変わったよ。ショートカットも完璧。もうたとえ強い視聴者とか入ってきても、すぐ煽りエモート。ほら。すぐ煽りエモートができる。ほら。完璧じゃない？犬猫さん、これからプロハンになるんですよね。普通に今プロハンになるんじゃなくて、もうすでにプロハンです。いつから規制プレイヤーだと錯覚していましたか。俺の連圧が消えちまう前に倒すんだ。バン、カイ、焦げろ、バーニングサーモン。犬猫、ヘブンズタイム覚えたんですか。それはあれでしょう、稲妻イレブンでしょう。スタンドアップ、スタンドアップ、立ち上がりよ稲妻チャレンジ。支給品なんていらない、すぐ行く、誰よりも早く行く、誰よりもハンターとして貢献する。そう、変わったんだ、俺はもう一流のハンターだ。おー、ほいほいほい、いけ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 。犬猫、呼びにくくない？犬猫、犬猫呼びにくい、あだ名つけてよ。犬猫のもっと呼び出すよ、あだ名つければいい。ワニ、100日後に死んじゃいそうだね。呼びにくい人は、私のことはヌコさん、いや、もうヌって呼んでください。ぬ、ぬ、ぬ、犬ぬは犬猫、犬猫さんの推し、エッチな重ね着教えてください。いや、自分紳士なんで、エッチなゲームあんまりやんないんで、いつからモンハンはエッチなゲームになったんですか。返してくれよ、俺たちのモンハンをさ。みんなゴリラみたいな体格の、性別もわかんないようなハンターがさ、ゴリ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 飼ってたあのモンハンを返してくれよ。ペイントボールペチッとかやってたやつ。ペイントボール知らないでしょみんな。モンハンをエッチな目的でやってる人、昔はな、モンスターの場所がなわかんないからな、必死こいてペイントボールつけてモンスターの場所を知らせるボール投げてたんだよ。今はね、オートでマップにモンスターの場所が映るんですわ。小型モンスターの場所も、いや、それは嘘だわ。アイテムの場所まで分かっちゃうしね。え、でもなんかあれでしょ？なんかゲームって、なんか、あれでしょ？最近の子供さ、ゲーム難しいとさ、泣いちゃって、親から苦情来るから、ゲームって簡単になったらしいよ。ゲームで泣いたことありますか？ゲームで泣いたことあったっけ？子供の時、パピーがやってた、パソコンゲームのマインスイーパーっていうゲームがあるんですけど、ワンクリックで爆発した時はさすがに泣いちゃいましたね。あれほど理不尽なゲームはないと思います。ゲームスタートボタン押して2クリック目の最初のマスで爆発したんですよ。さすがに無慈悲すぎません？あれは泣く。犬猫、雪酒美味しそう。クッキング配信じゃなくてゲーム配信してるんだよ。関係ないコメントはやめよう。モンハンお兄さんと健全配信をテレビから離れてみようね。犬猫さんと一緒チョコラーン、タンタッタラッタッタッタラッタッタッタッ。犬猫さん、今日は一体何を作るの？間違えた、それお母さんと一緒じゃないわ。ワクワクさんの相方はニャンチューじゃなくてゴリチュー誰だっけ。犬猫、めんどくせえこのクエスト。頑張ろう。英語で自己紹介してください、任せてください。 My name is 犬猫、 I'm hunter。 No no noハンター。今のは調子悪かった。I like pixel, pixel and more ball. Me ball two two. Okay? ball ちゃん。No no no. Not ball ちゃん。I like more ball. 英語表記すれば登録者がいますよ。海外に来とか別に全然来てほしくないんだけど。海外に来たまにめちゃめちゃ辛辣なコメントしてくるじゃん。昔いくつを下水配信してたら Your stream is evil って書いてあったんだけど、どういう意味なんですかね。まあ英語は難しいっすね。モンハンと英語は同じぐらい難しい。早すぎません？2分8秒。チャンネル登録よろしくお願いします。アフメチキハヨサダ。
きなアニメは何ですか？好きなアニメは日常ですね。好きなアーティストは何ですか？好きなアーティストは、そうですね。キングヌーとアマザラシですね。白目歌ってください。白目？高音が出なくてあんま歌いたくないですね。じゃあ歌います。なんかあれでしょ？ビスパーボイスってやつがうまく聞こえるんでしょ？犬猫ですじゃなくて。犬猫ですみたいな。はぁ、あ。はぁ、あ。時には、誰かを。なんか、やけどの匂いがしませんか？ちょっとやけどの匂いがしたんで、ちょっとやめときますね。ちょっと危なかったですね。もう少しで大火事になるところだった。危ない危ない。やけどした気がするんで、ちょっと火事になる前にちょっとやめときますね。誰かプーさんや。蜂蜜食べたいな、ね。